どうも皆さん。天太郎で、す。今回は Windows XP を Windows 2000風にする方法です。まず NVIDIA コントロールパネルを開きます。そしたら色の振動を最低8ビットにします。このように色が減ります。まあこれは古臭くするための犠牲です。はい、次に画面のプロパテを開きます。まずデザインタブに切り替えます。そしたらウィンドウとボタンをウィンドウズクラシックスタイルに変更して、配色もウィンドウズクラシックにします。そしてデスクトップタブに切り替えます。そして背景をなしにします。そして OK で設定を保存します。はい、このようにめちゃくちゃ古臭くなります。そしたらユーザーアカウント設定を開きます。そしたらユーザーのログオンやログオフの方法を変更するをクリックして進みます。そしたらようこそ画面を使用するをオフにします。そうするとログイン画面が Windows 2000になります。はい。まあこんな感じで Windows 2000っぽくなります。ご視聴ありがとうございました。